こんにちは、7L4WVU です。今回の動画は、2023年から実験している HF 移動用アンテナ、ポタント7の紹介です。ベースは、ガワントですが、利得アップのために、ラジアル線を追加したり、エアバリコンを使用して大型のトロイダルコアを使用して 10W でも使用できるものを製作しました。さらに、アンテナアナライザーなしでも、バリコンを同調周波数に、素早く合わせられるよう、レベルメーターを内蔵しています。また、三脚が使えるようになっています。これまでこのアンテナのラジアル線の有無や、長さについての実験については、別の動画を参照いただくよう、お願いします。なお、コメント欄にリンクを記載しておきます。私は、2024年にこのアンテナを使って、実験をしながら、日本各地のポタ登録公園をアクティベーションしました。日本国内の登録公園数は1200くらいありますが、そのうちの500以上から運用を行い、このアンテナの実用性について検証することができました。ほとんどが日中なので、9割以上が7メガの運用でしたが、夏場はコンディションが悪く、デリンジャー現象も発生したので、ハイバンドも運用する必要がありました。移動手段は大半が公共交通機関を使ってのウォーキング、そして、地方は、主にレンタカーで回りましたが、リュックに入れて、ウォーキングできる設備なので機動性は、良かったと思います。ポタントの外観です。ロッドは、公園でもあまり目立たない2メートル長です。前面のメーターは、内部で検出した送信時の電波を、ダイオードで検波して示します。送信時にバリコンを回して微調整できるので、確実に送信時のピークに合わせることができます。アンテナアナライザーなどで合わせておいても、実際に無線機を接続すると送信時に同調点が少しずれたりすることがありますので、そういう点で安心です。また、送信波のモニターにもなります。上部のスイッチで内部のコイルのタップを切り替えて、ハイトローのバンドに切り替えることができます。その周波数は、前面つまみのところに印刷しています。そして、そこの面には、三脚に取り付けられるネジアダプターが付いていますので、三脚に固定して使うことができます。私は、スマホ用の 390g の軽量三脚を使っています。ポタントが 300g なので同軸とラジアル線を含めてもアンテナ重量は 900g 以下となります。また、これらは、リュックに入れることができます。次に実際に公園で運用した時のアンテナ設置の様子を動画でご覧ください。動画のように、アンテナを設置してラジアル線を張ります。この時、ラジアル線は、地面の上に這わせるのではなく、極力、
空中に貼るようにします。そして受信信号が最大になるように、ポタントのバリコンを調整します。その後に送信しながら再度、微調整するという流れになります。次に最近製作して実験しているボトムローディングアンテナと受信レベルを比較してみました。このボトムローディングアンテナは、最近実験しているもので、地面やベンチに置いて運用します。三脚不要でラジアルも数メートル地面に置くだけでいいので、さらにお手軽に運用できます。いかがだったでしょうか。このボトムローディングアンテナは、市販のロッドアンテナを使って公園で運用されているものに近いと思います。比較は、日中の7メガでコンディションがあまり良くない時だったのですが、ラジアルが空中にあって、三脚で高さがあるせいか、ポタントの方が受信信号が強く、ノイズも少ないようでした。実際に運用していても、日中の7メガの近距離は、ポタントの方がよく呼ばれているようです。ただ、ボトムローディングは、打ち上げ角が、ポタントに比べると低いようで 1000km を超える電波では、よく飛んでいるようで、南九州に移動したときは、お昼の時間の7メガで、関東地方と結構更新できたりもしました。また、写真のようにベランダに仮設してもよく飛んでくれます。ハイバンドもコンディションが良ければ、アメリカの東海岸から呼ばれることもあるので楽しめました。それでは、今回はこの辺で終わりにします。動画のご視聴ありがとうございました。